親方、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいやいや、またゼニマルさんがいないですね。こないだはさ、なんか修行の旅とか行ってさ、すぐ戻ってきたけど、今回ちょっとネタじゃなくて普通に欠席なんですよ。で、まあそれで一応伝言を預かってきてるんだけど、結局今年の夏は遠出できなかったので、あなたの出番がない秋競馬の隙をついてボンボヤージの馬券でボンボヤージしてきますボンボヤージしてくるんですね。ちなみにボンボヤージの場面由来はどうぞ良い旅よ。なるほどなるほど、まあうまいこと言った感じで、まあね、私たちも人間ではありますから、たまにはこういうことがあってもいいのかなということで、まあ今週はですね、本当にこう親方と二人で進めていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。今週からですね、本格的にもう秋競馬がスタートしたということで、まあ、日曜の中京ではですね、セントールステークスが行われます。今回は親方にどんなレースか少しお話ししていただいてよろしいですか。ちょっといつもと違う感じテイストにはなると思うけど、まあとりあえずご説明いたしますと、まあ、昨年のねセントールステークスの動画ではね、今はちょっといろいろあってちょっと旅に出てる博士が、まあ、一番人気馬が過去10年で54105連勝中っていうデータを紹介して、推奨した一番人気のレシテンシアが勝ったじゃん。この結果を受けて過去10年だと、もう一番人気馬が6400で、もう連帯率 100%、 しかも現在6連勝中という、まあ、おまけ付きだからね。そもそも論としてセントールステークスでどうして一番人気馬が圧倒的に強いのかっていう、まあ、背景を説明すると、スプリンターズステークスまでレース間隔が中2周と詰まっているから、本番で構想するにはもう前哨戦の段階でピークに近い状態に仕上げておく必要があるのよ。特にね、 G2 のセントールステークスに使ってくる有力馬はキーナンドカップや北九州記念だと、まあ、束より重い金量を背負わされる実績馬ばかりだし、前哨戦でよくある G1 に出走する賞金は足りているし、まあ、次が勝負だからみたいなケースっていうのが当てはまらないことが多いんだよね。そんなわけで競馬に絶対はないんだけど、セントールステークスに限っては連帯率 100% データに逆らない方が無難かもね。まあそのね、一番人気に注目ということで、まあ、ちょっとね、ゼニマルさんには出番がもしかしたらないレースかもしれないですけども、今年で言うと注目馬で言うとメイケール、ソングラインあたりですか。この2頭が人気しそうな感じですけど、親方、この2頭はどうですか。この2頭ならまあ断然メイケールだね。まあおそらくね、こっちが一番人気になると見てはいるんだけど、高松の宮記念の動画で詳しく話した通り、特殊バグの折り返し手綱のおかげで課題の折り返面や操縦性が大幅に改善されて、レースで能力を発揮できるようになったのが大きいよね。まあ、あと今回はね、馬主である名古屋競馬が所有する中京競馬場に変わるっていうこともあって、早くからセントールステークスの目標に乗り込まれて力を出せる状態には仕上がってる。一夏を越してね、馬体が一回り成長したし、今回は大幅体重増での出走になるはずなんだけど、成長分だから、まあ、全くそれは気にしなくていい。しかもね、来週16日にはね、メイケーエールの写真集が発売されるって話です、ね、おーそうなんだ、まあ、写真集発売しやりっていうのかな、うん、まあアイドルみたいな。そうそうそう。今回はね、まあ、素直に相手探していいんじゃないのかな。逆にね、ちょっとソングラインの方は、次走にスプリンターズステークスじゃなくて、11月の頭に行われるアメリカ G1 のブリーダーズカップマイルの叩き台だからね。うん、G1 馬だからね、マイル前後で金量が重くなりすぎないレースの選択肢がちょっとなかったとはいえ、次走で芝1006の予定なのに、1002に使うっていうのも気になるし、前が止まらない開幕週の中京で、初のスプリント戦の流れに対応できるかも含めて、それでもね、このメンバーだ馬券を外すってなるとちょっとそれはそれで問題だし、扱いが難しいけど、まあ、個人的に評価を少し下げたい感じかな。それ以外にもですね、気になることといえばですね、サマースプリントシリーズのこちら最終戦になるっていうことですかね。今回出走するの中で逆転の優勝がかかっているのがボンボヤジ、そしてファストフォース、モントライゼあたり、まあ、優勝の可能性あるのかなと思うんですけど、このあたりどうですか。この中だと、まあ、北九州記念でね、ゼニマル一押しのボンボヤージにはなるんだけど、今回は一応3
4着で単独かな、4着でも現在首位のナムラクレアと並んで、うん、シリーズ制覇のチャンスがある、まあ、断然有利な立場ではあるんだけど、今回はねぶっちゃけ前走で勝っちゃったからとりあえず使っとくみたいなノリなのよ正直ね。この中間は小柄の牝馬でね、中2周だから、まあ、軽めの調整しかしていないし、筋量も3キロ増えるからさすがに甘くはないと思う。一応ファストホースとモントライゼも勝利が絶対条件でシリーズ制覇の可能性が残されているとはいえ、どっちも色気があるからっていう感じではなかったし、特にモントライゼなんか一旦しがらきに報告に出てるのに頭数が揃わなそうだから、まあ、急遽使っちゃえっていう感じだったからさ、まあ、ワンチャンあるとすれば短期逃げに持ち込んでファストの前残りなんだけど、まあそれでもいろいろ恵まれないとおそらくきついとは思うよ。最終的に親方の方、セントラルステークス気になる馬、注目馬は何かありますか？鞍上に目をつぶってダディーズビビッかな。ダディーズビビットなんかちょっと面白い話があって、2桁着地に大敗した北九州短距離で人気を裏切って大人の事情により浜中に乗り換わりになっちゃったんだよね。ただ前走はねちょっとダービー裏で新潟が加わった三条開催だから、まあ、ちょっとジョッキーが足りなくて仕方なく元サメに収まったっていう、まあ、裏事情があったりはするんだけど、今回もね某リーディング上位騎手のエージェントが狙っていたなんて噂もあったりするんだよね。まあそれでもいろいろあったとはいえ、ね、勝負の手綱を託された竹の下も気に感じてるはずだし、意外と知られてないんだけど竹野市はね愛知出身のご当地ジョッキーだからね、過去8戦して6連帯の中京コースなら名系エールやソングライン相手でも食い込む余地あると思うよ。というわけでですね、今週はですね親方と2人でここまで来たわけなんですが、今年から始めたツイッターですね、もう早くもフォロワーが1万人超えましたということで、本当多くの方にフォローしていただいてありがとうございます。ツイッターの方もねすごく反響があるみたいで、今週もツイッターで何か知らせてもらえるんですか？今度から、まあ、土曜の中山で行われるシオンステークスの方をツイッターで公開してみようか。まあね、ツイッターの方で公開した情報もですね馬券になったりと、まあいろんな方にですね注目していただいて、いろいろお話もらってるので、ぜひねツイッターの方フォローしてチェックしていただければと思います。そしてサブチャンネルでは平成杯大田のハンデの予想を公開したいと思いますので、動画下の概要欄にあるリンクよりぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。親方、今週もありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは、デニマルです。いや今週はねちょっとやや遅めの夏休みということで、ちょっとボンボヤージの資金を使ってボンボヤージしてきまして、まあ、それでちょっとねいつもの集まりに間に合わなくなってしまったので、こうやって別撮りしてるんですけども、まあいいやね。このコーナーすらちょっと宮田愛も卒業のショックで全部無理になりましたって言って投げちゃって、まあ、今週は完全にマスターと親方2人の回にしてもよかったんですけど、まあ例えね 0.3 人でもデニマル町の翔さんがいるならちょっと出ておかないといけないなと思ってね、あの卒業発表のブログを読んで思ったりもしたんで、ではまあ早速やっていきますか。まあそれにしてもこうやってね一人喋ってるとラジオ番組みたいですけど、デニマルラジオちょっとそれはダサいですね。はい、ということで今週はセントールステークスということで、デニマルの方の見解とかやっていこうかなと思います。で本編の方でですね、まあ親方が去年の博士のデータを説明してくれたと多分思うんですけど、やっぱね基本的にはアナトーって3着の端っこをつくのが精一杯っていう、まあいかにも秋競馬 G1 トライアルってレースなんですよね、セントールステークスは。ただ実はね昨年の博士がもう一つ金言を残してくれてまして、それが北九州記念で負けた馬が巻き返してくるっていうところなんですよ。まあ、実際過去10年だと前走北九州記念の馬が延べ9頭負けになってるんですけど、そのうち北九州記念を勝ってた馬っていうのは1頭しかいなくて、まあ、中にはね北九州記念14着から巻き返して7番人気だったファンタジスト、あのボンボヤージのお兄ちゃんでもありますけど、とか北九州記念11着から巻き返して9番人気だったラバーズポイントなんかも含まれてるんですね。まあ、北九州記念側だとちょっとローテはきつくなるんですけど、そこはねセントールステークスから指導する休み明けの有力馬に対しては使ってきた強みがあると思いますからね。で、まあ、この理論でね去年博士が狙ったジャンダルムがなんと花差4着だったので、まあ、仇を取ってあげようかなということで、本命はファストフォースです。北
九州記念は10着なんですが、まあ、とはいえね、ボンボヤージの勝ち方を見れば分かる通り、今年の北九州記念は本当に通った場所による有利不利が大きかったんですよね。ラストホースは後位の外目を回り続けた結果、まあ、4コーナーから直線までもうずっと外に振られてしまって、まあ、最後まで止まってはなかったんですけど、本当にトリロスの分だけ差がついて負けたって感じでした。まあね、10着とはいえ 0.6 秒差だったし、まあ、春の高松梅記念もなんだかんだね 0.3 秒差の競馬だったんで、やっぱ走ってた頃も考えると能力はあるもんですよね。あとはもう今回 TM スパーダがいないんで、まあ、久々にマイペースで競馬ができそうっていうのもプラスですし、それも含めてやっぱ今回って結構前が有利になりそうな気はするんですよね。で、まあ、もう一頭一応上げとくならコムストックロードが面白そうかと思ってたんですけど、ちょっとあれは KC 杯の方に回ってしまうようなので、チアリングソングにします。まあ、こちらも同じで北九州記念は13着、まあ、チアリングソングの方はもうレースを見返してくれとしか言えないんですけど、まあ、スタートからゴールまで何もかも全て失敗していたということで、ではここでレース後の青北が文調教師の公式のコメントをお送りします。悔しいですね。足は増していますし、力も出していません。行くとこ行くとこに馬がいて、スピードを上げさせてもらえませんでした。力負けではないだけに悔しい気持ちを拭いきれませんとのことでした。あ、ちなみにね、レース後は小倉に滞在しっぱなしで、なんとエアコン付きの馬房でずっとくつろぎながらセントールステークスに向けて牙を解いているそうです。楽しみですね。ということで、今週のセントールステークスは博士の意思を継いで北九州記念館の巻き返しを馬券にしたいと思います。ファストフォースとチェアリングソング、ご注目ください。はい、ということで以上今週のゼニマルラジオでした。まあ、本当のラジオ番組だとね、なんかここでお決まりのかっこいい締めのセリフとか展開があると思うんですが、このゼニマルラジオはもう一生やらないので、特にそういうのは考えません。さようなら。